メットライフドームからお伝えしてまいります。埼玉西武ライオンズ対北海道日本ハムファイターズの一戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか。まあやっぱり先制点でしょうね。どちらが先に主導権を握れるのか非常に重要になってきますよね。どちらのチームが先に点を取るんでしょうか。2回表に入ります。ファイターズの攻撃、4番バッター中田。ライオンズ得点に動きはありません。0対0で2回を迎えています。さあ里崎さん、まだ序盤ですからね、ここからですよね。まあバッターもまだ様子見ている段階でしょうからね、2巡目以降どう抑えていくかでしょうね。なるほど。さあここからどう打った、打った瞬間確信したか、ぐんぐん打球入った、ホームラン、先制ホームランです。ファイターズ、ライオンズ痛い一発を浴びています。真ん中に入ってしまったストレート、しっかり引っ張られた打球はファンの悲鳴の中スタンドに入ってしまいました。4番に一発を浴びてしまいました。しかしまだ1点差、後続は西武ライオンズ痛い敗戦となってしまいました。とても緊張感のある引き締まった内容となりました。あと一歩と残念ではありましたが、いい試合だったのではないでしょうか。明日以降巻き返しに期待したいと思います。勝ったファイターズ、接戦をものにしました。一方のライオンズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームは西武ライオンズ敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでメットライフドームから失礼します。